大地よ炎よ、我が将来に応えよ。私を目覚めさせたのは良い判断。もう一回ドロイド。強いけどな。ヤシャさんか。ミニオンがいないんだけど、今なの。なんという微妙な。なんという微妙な。バフ系ばっかだな。獣そんなに言うわけじゃねえもんな。OK。 デスウィングで勝てるかもしんないな。デスウィング頼み。
トマト洗ってきます。マルフィリオン VS マルフィリオン。自然を守らねばならぬ。いたずらに自然に触れてはならぬ。せやで。S さんはいるんだけど、あとのカードは微妙っちゃ微妙だから、どうかなって感じ。祝福しましょうか。野菜を食べよう。野菜251ちょっとやったら食べます。250G って言ったら相当なもんだから。これトレードしたくねえな。そんな俺のポップコーンが。あれ、俺マイクどこにあんの？この声って入ってんの？どうしたものか。こんな遠くにあった。おお、タイガーか。ああ、デスさんが来たか。これ相手にいいようにトレードされちゃうね。次のターン、ヒロパプラス、おっ、何払いか。
絶対記憶。バウーにしちゃったんだろう。どうしたもんか。下に湯がねえな。次のターンで封印くん投げるわ。多分これで勝つのかな。ひどいな、デスウィングってな。略奪こそ我が生きがい。ああ、敗北を認めよう。よかったね。早めに相手がアーガス使ってくれたから、それが助かった。自然を守らねばならぬ。いたずらに自然に触れてはならぬ。まあ、どうしても出てきたいのか。またドルイドか。多分広場でやられる気がするけどな。これ雲とかと相性いいんだけどね。雲とか来ねえかな。雲。ああ、これ生き残るか広がないかな。ゼンマイ仕掛けちゃんが。ゼンマイ仕掛けちゃんが死んじゃうと。って感じだね。
さて。熱くなってきた。外れろ。主張してくるね、デスさん。出発だ、このクソメガ。他にデスさんは取っとけないよね。初手デスさんはないよな。動きが弱いな。どうしたものか。ああ、ここでヒロパで終わりか。こいつ獣だったらな。てか、なかなかいい数だな。走行を獲得してたの？マジ？それって殴るもんだと思ってたんだけど。どこを攻めましょう。祝福しましょうか。スワイプ来たらこれ悲劇だな。来るか？スワイプ来たらこれ悲劇だね。TC130 精神変電機作動開始。それはそれで結構な悲劇だね。リンチキングのために天さんか。はあ、おそして君が来るんだな。いつも君が来てくれるな。心強いな。くせえレプラマンか。お前の匂いか。
君が本当に来てくれて嬉しい。いい時に来た。覚悟を決めな。どうしたものか。これ突撃させてもいいか。今夜もまた彷徨う。我が方向を聞け。デスウィングでもちょっと削り切るのにターンが長いな。これだとちょっとターンが長すぎる感があるね。さすがのデスさんも。このリンゴをジャグラー、ヒロパー、おう、フェイス。3エンド。おお、なんか俺が、なんかもはやあれだな、持ってるのを知ってるかごとく動きだな。お前もデスリングか。デスリング兄弟かもしかして。こんなゆっくり出しやがって。出してこいカード、でかいの。トーントじゃないやつ出てきてくれ。射線よし、卵目よし。なんか超ジリジリくるんだけど。大地を守らねば。苦しめ。全に捧ぐ。何持ってるんだろう。ヤシャラージュのなんとか。プラニプラニ。我は女神の。体力の回復したかっただけ。苦しめ。自然に捧ぐ。なんだって1枚のカードは、それは。なんで何も動いてこないんだ。せっかくデスウィング投げたいんだけど。投げたいんだけど、投げてターンエンドできないもんだよ。あら、普通に勝っちゃった。
カタルシス崩壊の前に立つ。自然を守らねばならぬ。たまたま出番がなかったり、そんなこと言われてもデッサン。3マナ24ゴミなんだよな。まあでもミニオンないよりあった方がいい。ゴミだ、ゴミは帰れ。あった方がよかった。なくてもよかった。今夜もまたさまよう。当然の我が方向を聞け。バウ。カードすぐなくなりそうだなこれ。今度こそデスさんの力が必要になりそうな予感がするね。ああ。そうだと思ってました。デスさんなら来てくれるんじゃないかなって思ってました。我が方向を聞け。バウ。本当自己主張してくるね。ですか。半端じゃない主張だよね。カードめっちゃ使わされた感じだね。せっかく並んでていけるかなと思ったんだけど、ああいう AOE 食らっちゃうと辛いね。デスウィングしかないんや。相手にカード使ってほしいけど、なんか全然使う手配がないね。すげえデッキは回ってるんだけど、こう、これ使うのは使うタイミングなさそうだから使っちゃう。また修行ですか。全然カード使ってねえじゃねえか、あいつ。この小僧。小僧カードめっちゃ持ってるな。ペンクリーパー来るよね。どうしたものか。また修行ですか。それはできぬ。ワンモアドローぐらいしたいんだよね、正直なところ。カード相手に使ってほしいんだけど、使わね、なんとかうまく。
まあ今までここ事故ってる感が相手あるから多分めっちゃでかいの持ってるんだろうな。力強きストームウィンドウ。そうだよな。まあロックなんだよね。太陽の泉を浄化せねばな。もうデスウィングブッパしか俺にはもう見えてねえけどな。こうやってたら相手がトーンと出してくれよ。もう俺にはデスウィングブッパしか見えてねえ。ターン10の次のターンは一旦ちょっとなんていうかチャーに押せ。そうだそれでいい。まだ死なないな。6、14。まだ死なないね。光を抱け。さあこっからも運ゲー。コインスローじゃねえや、もうデスウィングをぶん投げるっていう運ゲーに入ったね。でトーントとかをガンガン出されたら死ぬ。まあ今ここで1体トーント使ったから、まあそれは俺の予想通りだったわ。ここでトーントを出させるっていうのは意味がある。魚持ってきた。BGH ね。最近のアリーナ BGH なんて持ってる人いないって聞いてたんだけど、ガフェネタだったかな。自然に捧ぐ。捨てたわ。何見せる。敗北を認めよう。自然を守らねばならぬ。サンバでどこか。ああメイジか。またさまよう。我が方向を聞け。ゴー。太陽の泉を浄化せねばな。
本当は殴んねえ方がいいんだろうなって気がするけど、まあいいや。どうせ広場でしょ。ここでヒロパ使わなかったら俺のだ、みんな俺のだ。お、ヒロパ使わないんだ。ヒロパで死ぬのような軟弱なやつはちょっと置いてきたくないね。今回はあなた。ぶっ飛ぶの早えよ。何にもなかったのかな。クモとヤシャラーズのコンボ使いたいよ。シェーマンか。ルーモハンマーに捧ぐ。自然を守らねば。アニハライ強えんだけどな。さすがに取っとけ。まあミニオンか。まあまあいいだろう。でもナギハライぐらいだったら取っといてもいいのかな。どうなんだろうな。でもこいつ言うから盤面は取る方がいいね。うん。うっとうしいの出てきたね。また修行ですか。サンマナか、4-3出てくるかな。出てきたら火の単語出せる。トロのバカ違う。2-3だったか。何この弱い動き、AOE狙い。ちょっとオーバーロード、マジで言ってるの。
まあ今のフェイスってもよかったのかな。11点、ああ行った方がよかったか。14点、ああそうだね、フェイスビーだったね、失敗したね。どうするか。次のターンちょっともうスワイプをスワイプで殺すことを見据えて全力で顔面殴っていこう。どうするか。3、6、10、12、届かないか。さて。我が報告を聞け。こっちは無情。アホみたいなトーンと出てくるとやばいけど、まあそうじゃなきゃいいだろう。どうするか。最初に事故ってるな、さっきから。こんな印象。なんてポテトサラダ美味しいんだろう。自然を守らねばならぬ。マナカーブ的にはまあいいんじゃない。やっぱシャーマン多いね。ほんとシャーマン増えたね、アリーナ。今までだったらほとんどパラディンだけど、シャーマンマジで増えたね。何にもできないけど、それで良いか。と思ったら持っている。このターンは俺使ってぶっ飛ばしてもいい気がするけどな。これ出す、これ死ぬ。よか、これ出して。さて。ぶっ飛ばした方がいいかな。自然に刺さる。
たしは。来た。俺たちの4777。みんなの4777。本当はこの辺出したいけど、こっち出したらこっち殺されるだけだもんね。これはあんまいい動きじゃねえんだけどな。これ棒を出してこいつがキル取られる。デスさんだいぶおとなしくなっちゃったな。どうしたのかな、デスさん。おぉ、なるほど。まあこの動、この場合はもう、ここで、スワイペリーでいいんだ。で、で、また4777もう一回出てくるんだろう。来い。おお、いいの来たね。ちょうどこいつの標的じゃねえかよ。ぴったりの甲冑よ。全然違うけど、関係ねえけど。関係ねえけど、ぴったりの甲冑よ。シャーマン、こいつも大丈夫だ。じゃあ、3人と3人両方いるんだったら、まあ別にどっちが偉いと思う。で、顔面にいけるのは6点、2点、8点、10点、11点。全然届きません。相手のヒーローパワーをコピーする。もうゴミだね。Quite useless。なんだろう、これ、ガン押ししたら勝てそうな感じもするけどな。どうだろう。よかねえよな。メガドットファンダー味方のミニオンを戻すか。これを使えば、うまくやれば、5枚で、5点で4点が出るというか、うん、それ臭いことはできるので、4点を無理やり出すっていう臭いことを。結構臭いね、それは。次のターン何点出るの ?3、6、11、14、16、17。狩りは死んだ。てんてんてれれれてん。はい、意味がわかりません。はい。意味がわかりません。意味がわかりません。あー、出たね。でも、ティリオン出た時にぴったりの甲冑王が出てきちゃうんだよね。これが出てきたっていうのはすごく意味があるな。大地を守らねば。サイレンスする必要あるか、待ってよ。サイレンスして、まあ、あとフェイス行くか。サイレンス、フェイス、大地を守らねば。これ2点、1点、あ、ぴったりか、なんだ、リーファルか。全然計算できなかったけどよかったわ。結果として、ティリオンパイセンがね出てきちゃうの怖いね。それ なんでティリオン出てきたんだろう。そういえばあれどうして、全然意識してなかったけど、まあ、
Furious vs. バリーラ。背中に気をつけて。自然を守らねばならぬ。よいしょっと。軽いな。生きているね、最初になった方がいい。いや、俺ミニオンが欲しいんだよな。ミニオンは欲しいんだけど、好きにじゃないんだな。主は飢えている。あー、せやだ、ヒロパ使ってこいつ倒してくんな。あともう一個マナがあればな。さて、ああ難しいな。アグロか、相当なこいつ。それともヒロッパで終わり。いやー違うよね。でもここでヒロッパで殴んなかったら俺ダメージ延々食らうんだよ。難しいな。今夜もまた彷徨う我が方向を聞け。まあいい、トレードじゃねえけど、トレードされちゃうな。イエス、さあ。これはなんかもうデスウィング待ちの感じがしてきたね。相当、なんていうか、こうデスウィング来てくれっていう、そういうゲームになりました。フェンさんか。ヒーローパワー使ったら別にぶっ飛ばせるもんな。で、俺スワイプもあるわけじゃないし、痛いね。6点ってのが結構強いんだよな。困ったな。まあこれかな、一番でかい。我が力の前に冷え伏せ。
太陽の泉を浄化せねば。こうなっちまうと、もうこれ使わざるを得ねえ感じすんな。あ、これ使ってもやばいんだけど、これやってファファーンってなんなかったら負けか。じゃあこっちでもうちょっと粘ってみようか。こいつ死ねば、ああ来たね、いいカードが、いいカードが来たね。ちっちゃいミニオン並べてくんねえかな。ああ、そうそう、そういうの、そういうの。でターンエンドか。なるほど。さあ、どうやって生き残るかだな。生き残、どうやって生き残るかっていう、そういう話になってきたね。多分だけど、これ、サップとかね、除去系がある気がするんだよね。ここのターン、これ出したらどう、うん、?4、3点、6点。いや、倒した方がいいな。自然を捧ぐ。これはできぬ。あのデスウィングだけ出させてくれ。多分なんかね、もそういうのがあるんだよね。で、ヒロパで、フェイス、アサシンブレードか。アサシンブレードはキルになりうるね。ちょっと怖いね。どうしたものか。うん、さてどうすんだこれ。無情。サップあるかと思ったらないのか。アサシンもないのかな。どの手で行く。魔法ガッチ。さて行きますか。さすがやな、デッサンやな。デッサンだってもうこっちのもんですわな。ソーセージチンできたから、ソーセージ。
フィリオン VS ジーナ。あなたが招いた。自然を守らねばならぬ。ちょい重い重い。これじゃあ勝てないよ。これじゃあ勝てない。頼む、来てくれ。これいわゆる事故ってやつだね。うん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 。その一方で相手は着々とて自然に捧ぐ。まずまずじゃんこれ。これまずまずなんだけど、おっと、まずまずのとこに救世主が突如現れるかも。こいつはもしかしたら救うかもしれないな。あー、ヤシャラージュか。ヤシャラージュのうんちゃらできるのかこいつに。待てよ。まあクレリック出して、さて殴るのが一番硬いか。そうだね。なんでこいつ除去しなきゃいけないの。ナイス。体力がないな。なんとか10ターン目まで生き延びねえとな。さて、それ至上命題だよね。どうしたものか。今夜もまたさまよう。我が方向を聞け。おお。
メージを食らうね。相手に吐き出させないとな、カードな。わーっと楽しんでんな、こいつ。愉快犯か？ん？愉快犯かな？完全に愉快な犯だな、お前。お前楽しくなってきてんだろ、お前。本当にそういう礼儀みたいなものを知らないな、今時の若いやつは。絶対これこの後フレームストライク打ってくるパターンじゃん。俺だってわかるよ。わかるけど関係ねえよ。これでデスロード、デスロードじゃないわ。デスウィング2発でいける。でも打てるぞ、もう。でも相手にこんだけカードあったらダメだな。ちょっとカードをなんとかいっぱい捨ててくれよ。お前めっちゃ持ってんじゃないか。一回トーンとなり、なんだろう、除去なりあるよな。無理にガンガン行く？ギルスザード様のために自然に捧ぐ。団結か死か、それとも両方か。そんな悪くはない。パワー充填、トータル移動。シャシャポポ、シャシャポポ。もう一旦待つか、これ。どうしたものか。もう一旦待つね。
最近始めたので勝てるコツとかってありますか？私もほとんど勝ってないんで偉そうなことは言えませんが。コツだね。でもね、基本はでもスタッツの高いやつを取れば勝つんじゃないかな。今回はあなた。スタッツが高いというとすげえ曖昧だけど、例えば今回のデッキでいうところのスタッツ高いやついねえな。久しぶりの話を。本当だよね、むっちゃくちゃ久しぶりだと思う俺。なんか あんまりこうスキルを持ってるやつよりはなんというかミニオン自体が強いやつ。そうそう、デスウィングとかね。デスウィング取っとけば勝てるよ。デスウィング1体で勝てる最低のゲーム。マルフューリアン vs ルーサー、我名誉を持って戦う。久しぶりだねパラディン。3枚が一番ポイント高いのを選ぶサイトを見せるのが他にいいサイトなのか。どのサイトのこと言ってる？ちなみに俺が参照してるのはここだけど、同じサイトのこと言ってるわ。ちょっと今 URL 貼るわ。これのこと？さて、俺はよくここを見てるね。てか見ていたね。最近あんまりやる。最近はもう俺流、俺流アリーナで。そのせいか、最近全然勝ててねえんだけど。ただいま剣山。その動き、やっぱね、その動きで俺も今ね、ピンときたんだわ、その動きを見て。インチキソード来るんじゃねえかなって。案の定インチキソードだったわ。うわ、しかもこのターン俺何にもできないんだけど。悲しいぐらいに。ここは準備しますか？使っています。これでもあれなんだよね、一応ね、英語版だから、検索とかめんどくせえから、多分英語にした方がいいと思う。ゲームの方が。そうすると多分幸せになれる。
ね、日本語版でプレイしながらそこのサイトで探すのって結構大変だから。これには耐えられる。なんとか頑張って12勝ちょっと目指していきましょう。いいカードが全くないね。ほんとデスウィング頼みだな、このデッキ。デスウィングなかったら勝てねえな。ここで6点7点出して俺顔面にダメージ出せる？顔面にダメージもないな。スターファイヤーとかがな手元に入ってるやな。今夜もまたさまよう我が方向を受け。カード引いてくな。正義を。お。そうだ、デスウィングがあるがごとくして俺プレイしてるけど、デスウィングまだ引けてねえんだよな。太陽の泉を浄化せねばならぬ。出発だ、この少年を捧げる。こんだけドローされちゃうと辛いね。おお、インチキソードセカンドか。
サイレンスかこれ。サイレンスだ。大地を守らねば。来てくれデスウィング、もうデスウィング待ち。デスウィング来てくれ頼む。もうこれ以外に答えがねえんだ。おーなーい。ぴったりのリーサルよ。うん。敗北を認めよう。デスウィング頼みだな。マリガンデスウィング残しありかもな。マルフィリオン VS マルフィリオン。自然を守らねばならぬ。いたずらに自然に触れてはならぬ。くっそかりな。祝福しましょうか。今夜もまたさまよう。我が方向を聞け。カードドローしよう。終わったよ。どうしたのか。あいつが我に従う。
どうしたものか。苦しめ。天に捧ぐ。大地を守らねば。向こう、こっから大きな投げるぜ。さて、デスウィング欲しいな。ただ雲は割ってこない。こいつがでかくなっちゃうんだよね。どうしたものか。順番めちゃくちゃだな。俺もつかめるんだな。これはできる。今のでリーサル逃がしたんだね。爆発してくんねえかな。俺たちの役目は見事。一発だこの挑発を持つミニオンが邪魔だ。自然に
順番めちゃくちゃ。超慎重派ナジャタのため我は力の戦士終わりか。シエラ万象燃え尽きる。自然に捧ぐ敗北を認めよ。あの一点を逃したせいで俺は負けたんだな。そっか。